お、透明？透明バージョン。はい。ハニーとアンキスが好きだバカー。いや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 。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。そうなんだ。はい、こんばんは。こんばんは。はい、今日も始まりました。ハニーとアンギスが好きだバカってことで、はい、今日はこの4人でお送りしたいかなと思います。ビビが、ビビさんが、そうですね、ビビがなんと遅刻です。はい。申し訳ない。次一人ですね。ビビが遅刻したら来週ってか次の週ってか次やるときに一人出るらしいんで、はい、うん、次回のハグキスの番はビビが一人出ます、うん、はい、えっ、ちゃんまたドラえもん、もしこの入ってそう、ビビのくせに来ないんですよ今日はビビのくせにね、え、もうやる早速あれ、いや、まだまだやる、まだやる、まだ、とりあえずじゃあ乾杯しようよ、はい、乾杯。おイエイ、よし、コメント拾ってよ、出てないからこっち、ん、あと拾うべきやつはコメントは出てないから、ナイキンさんゲイっぽくなってきた、いやそんなことないです、髪切ります、すぐ切ります、バレましたか、やかましい、あんちゃん誕生日いけなくてごめんねと大丈夫です、あと祝いっていうもんがあるんで、そうですね、まだまだあるよね、まだ今月中だったらまだ全然いいよね、今月中、今年いっぱいやったら全然、あ、まあ来年まで受け付けるな、うん、あんちゃんいつ、まあ、とりあえずね、うん、とりあえずね、うん、で今日はまだやんないですけど、なんと北条仁 VS 柴崎アンの早食い対決があるんで、ね、番組中盤になったらやるんで、ぜひぜひ期待しててください、はい、がっつり本気ガチ勝負、ガチリアル勝負で、ガチリアルね、マックね、マック、ちなみに食べるのはチキンクリスプ2つとポテトの L1 つ、これで勝負したいと思います、いい感じにね、お酒飲んでいい感じになった頃にやります、うん、はい、飲んでからやるもんじゃないのちょっと一個だけ今のうち言わせてもらっていいですか、うん、まあ一個だけ、何、三三二二一どう、さっきカツカレー食ったんですよ、はい、え、でもでもでも、ね、同じもの食べてるからまだ僕たちはカツカレーをなぜか食べてきたっていう、あのカツカレー食ったからちょっとあの中腕、そう、ヘタレって思われたらちょっと困るから、あの細くてもちょっと許してください、お腹いっぱいなんだよね、お腹いっぱいの状態で、でもやっぱりホストとしては本気でやんないとね、そこは、うん、やっぱその常全力、バーガーまでグイグイいっちゃう、うん、酒でもなんてもないんだけどね、うん、じゃあ2人ともあまりにも遅いみたいにやめてください、ああ、大丈夫ですよ、あのね、視聴者がいなくなるみたいな展開がちなみに、あ、その時アンケート取るんで、それで正解したらあのニコ生見たで特別サービスします、あのこれ初回でも指名でもどっちでも、けど正解したら分からへん、いや、パーセンテージが多い方で全員見た人全員、あ、全員で、ニコ生を見たで、もしもパーセンテージが例えばアンちゃんが 60% だとして、ジンが 40% で、もしもアンちゃん勝ったら、うん、もう全員見てる人がニコ生見たで来た時にサービス、おお、まあだからどっちが勝っても結論どっちでもいいっていう、そういうことレベルになっちゃう、そうだね、うん、まあ、まあでも実際外したらダメなの、うん、どっちが勝ったかだけあれでいいんじゃないですか、だからアンちゃん勝つかジンが勝つかにして、でパーセント、もしも 60% アンちゃんで、もしもジンが勝ったらなし、お、なるほどね、だ期待を裏切るように頑張るってこと、そういうこと、だから2分の1ちょっと今のうちはしてもらうけど、こっちに入れた方が絶対得確実だから勝てないから、なんで体験見たら分かるじゃん、体験見たら分かる、体験見たらこっち勝つとか言って俺勝っちゃったら、でもあんちゃん、あんちゃんはヘタレでしょう、うん、ヘタレ、ヘタレ、どう見てもそうでしょ、うん、
そうね、お前らはよ飲めよ。あーすいません。多分ねこの辺のコメント多分ね量産っぽくない？あっぽい。だって書いてるじゃん、あんちゃん骸骨みたい。おい書いてる。何の話食い、ナイキングイグ絶対これさ、あれでしょ、りょうさんでしょ。わかるよ。もうそうそう、最近ちょっとスマホに違うよって来た、違うよ。あれ違うよっていうのがまず違うよって書かへんから、違うよがそうでしょ。あ、じゃあ違う。俺ナイキングイってこの連続してる誰？ナイキングイ、ナイキングイ、ナイキングイ、すごくない？ゴイゴイゴイ、よしゴイ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 、よしゴイゴイ。あーちょっとさすがナイキンやわ。いや普段飲んでないだけあるね。そう、今日はあんちゃんとジンの早食い企画ありますんで、あと1個今のうちヒントを言うと、俺は肉が嫌いだから。まあ1個だけ言うと、もう1個言うとレモンじゃないんだよね。えまあいっか、あ、まあ、何でもいっか、まあ、気にしないですね。気にしない、レモンの方が、ね、レモンの方が美味しいから。あ、そうなの、わからない、ちょっと違うんですよ。あそう、4.5% コメントこっち出ないですか、これ。あ、出てますよ。はい、え、じゃあこっち、左側。出てますよ。出ないじゃないですか。え、これ、うちらの、これじゃない。前のやつ。あ、そうなの。ボーテンでニコ生割引するって言うから、初回でニコ生見てきましたって言ったら、はいって言われて終わったんだよ、大丈夫かね。大丈夫です。え、来てんじゃん、コシアン。違う、他のお店。あ、うん、あ、大丈夫です、うちらは。グイ、うん、グイ、さて、あんちゃんのやなんかこれ誰ちょっとドラえもんグイ、ゲイゲイゲイ、ナイキングイのくだりすごいね。誰こんなに飲ませてくれる人。ナイキングイ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 、よっしょいゲイグイグイグイ、よし星は忘れてた。でもちょっとゲイ臭はちょっとするっすよ。ほんとに軽くやめよ、それはゲイ臭。うん、ゲイ臭とか嫌だ。ゲイ臭ってこと、匂いってこと？いや、匂いとかじゃない。匂いじゃない。雰囲気、雰囲気。それ感じれるってことは、アンさんもゲイってこと？いや、まあ、俺がそれ感じ取っちゃったらやばいでしょ。ジン君もゲイ。それはおかしくない？まあ、バズ大好きだからね。あ、でも、最近、ジン君に新しいモノマネを覚えさせたんですよ。それやってもらいました。誰か当ててください。あれやって。あれか。絶対当たるから。はい、誰でしょう。え、分からない。はい、誰でしょう。当てて。だってウッディに変わらへんやん。いや、ウッディじゃないから。誰誰。あ、待った。はい、待った、あった、あった。誰。え、当てていいですか。じゃあ、外したらグイです。当たったら、ハルト、グイ。3-3-2-2-1-1、ドン。原監督。正解。グイ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 、よし、こい、グイグイ。あー、でもよし、こい、ね、ホームラン打って帰ってきた時でしょ。そう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 、よかったみたいな。あ、それそれね。俺知らないんだけどね、結構見ないまあ野球はちょっといい思い出ないな。デッドボールしか食らってないし。いや、そんな人おらへんし。いや、一番バッターでピッチャーも、相手ピッチャーも緊張してるのか分かんないけど、すんげえ冒頭、冒頭薄い台本ごめんね、 あんま用意してきないんだよ、今日ね、本当は。うん、ぶっちゃけもうこの、 あの早食い1個しか持ってきてないしな、企画。エハラの字違うからね、カタカナでちゃんと。適当に。そう、セキータ飲めよって。え、ショットも。あれ、アンニーちゃん飲んで、ば妹。え、まさかの。え、え、え、絶対嘘、絶対。トマさん、トマさん。あ、まあ、そうだね、絶対そうじゃん。トマさん、絶対。アンニーちゃん。アンニーちゃんって言われたことねえし。まずそこ。お前が、お前か兄貴のどっちかだから。ごめん、からかった。うるせえよ。コメントの後ろに喋んなよ。でも今日、あれだね、いっぱいコメントしてくれて、助かるね。ニャガー、ニャガーって何？イエーガー？ナイキンさん来たよって、あの、誰かな。NG コメントめっちゃ来てる。あの、僕ナイキンですよ。NG コメントはもう一かと。うるせえから。でもあんちゃん、でもね、あれだよね、酔っ払うってすごいよね、最近。ああ、ハルトとかあんちゃんのものは超得意だからね。え、あんちゃんが酔った時のものまで、さんさ、にに、いじいじ、どん。ね、やめてよ、もう、もう、やめてよ。いや、ほんとにリア、リアル、リアルばっかり使うしね。リアル、リアル、リアル、ほんとに。リアル、ギャンザ。待って、
こんな塊で NG、でもテトリスのブロックみたいな NG コメントドロロって、これあるでしょ、あの僕、ゆうやさんと兄弟じゃないっす、ほんとにもう、すげえやるな結構そのせいは兄弟でしょ、違います、マジ、うん、ウッディ飲んでない、バイ、バーズライトイヤー無限の彼方へ、さあ行くぞ、おい、無限の彼方へ、さあ行くぞ、ごめん、今初めてのコールだったから、ちょっと乗れなかったな、はい、わかりました、はい、リアルはマジ禁句にして、リアル禁句だよ、それ言ってる子なんか分かってるんですよ、あーっと、俺知ってる子まあそうだろ、知らない子は言わないでしょ、だって結構いろんな人にリアルうるさいって言われるリアル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 うるさい、何時からやろうかな、3時半からやろうかな、さっきの企画、とりあえずちょうどいっぱいお腹やばいね、お酒も飲んで、やばいね、あっ無理無理無理、酔っ払ってる、3時半からさっきの企画やるんで、はい、で、ちなみに今アンケート取るけど、あ早食いで北条仁と柴崎アン、どっちが勝つかアンケートお願いします、シューが、これあのこれ空気読んで、あのパーセンテージが、あ絶対ユキさんじゃん、ユキさんやん、それおもろいのはバーで見てるんか、それおもろいのは、いやそんな暇じゃないでしょ、ユキさん見てる見てるさ、ユキさん暇じゃないのっつって見てたらめっちゃ暇はーいって言われて、はーいって、はーい暇だよ、来てるでも本当にユキさん、あの人マジバケモンなんで、お酒の強さ、マジで、あの人本当にキモいぐらい酒飲むんで気をつけてください、みんな、まあ俺よりは大したね、飲んでから家、飲んでから家、飲んでから家、マジ生で、あーお願いします、ゆうきの真似してみた、ってことはゆうきさんのお客さんってことですか、まあそれも考えられる、ゆうきさんのモノマネして笑い方ね、難しいな、まあでもね、あんちゃんは負けるでしょ、難しいの、ゆるいし、あんちゃん弱っちいからちょっと火つけんのうまいな俺にマジで、いやでもこれはパーセンテージ低い方がマジ頑張んないと、そもそも食えんのかね、あそっか、サービスあんましすぎも良くないから、はいはい、ジン、ちょっと接戦やん、それ逆に、あんちゃんが頑張んないと、ジンが勝つ方が多いってことだよ、ウッディさんに入れた、おじゃあ準備しますか、はい、ちょっと、だから俺が勝てばサービスなしなし、ちょっとそれでちょっと俺ディスんのやめて、ね、勝っちゃったらはい、チキンクリスプ、きついな、これ勝ちましょう、2つ、はい、2つずつ、2つなんだ、あ、ハルトちょっと陣の場所変わって、ちょっとでもきついなぁ、ほんと、あと、そっちも取って、もう1個、あ、ちょっともう1個取って、あの、その間みたいな、2つ、いや待って、俺ハンバーガーだからちょっといいなと思ったんだけど、チキンは結構きつい、重いな、あれからのポテト L、 L で、L きついな、 L L ですって、はい、いいかな、食べ方は任せる食べ方は任せる、お酒だってあれだから、あ、そうね、別で、ちょっとやろうかな、ケチャップいる？詰まったらね、え？ケチャップいる？ケチャップはいらない、いるんだったら、いらない、あ、ケチャップ欲しい、つけるのがもう時間のロス、もう蓋も開けとった、まあ、ちなみに5分以上かかったら2人とも今日これ缶丸々飲みます、ちょっと待って、まあ、何本あるのあ、じゃあ1個ずつ、1個ずつ、明日はマジ絶対死ぬわ、でちなみに言うと今西武新宿のマックに行ったらハンバーガーありませんなかったなかったからハンバーガー買いませんでした、はい、なんで結構だって待って俺の熱くないこれ変わんないよ、いいかな準備は、フリフリフリ、重い重い、じゃあ投票した皆さんというか見てる方は全員ジン君を応援すればなんと素敵なサービスを得られるんで、はい、いやちなみにカツカレーそれでって、ね、あ、じゃああれやろうよ、あのやっぱり挑発コメント、あ、挑発、あ、煽り、あのアップお願いしていいですか、待って、一人ずつ、いい
本当にきついから部屋面もしてないし。じゃあジンから、あんちゃんから。早い、あんちゃんから。仕事できるな。あんちゃんからいくよ。じゃあジンに対してのコメントまで3、3、2、2、1、1、ドンアップで。おい、立派なのお腹だけがかかってこい。はい、いただきました。じゃあそんな挑発を受けたジン君の一言まで3、3、2、2、1、1、ドン。カメラ見てよ。じゃあね、あんちゃんか、まあ、なんか対戦者があんちゃんでなんかちょっと寂しいけど、まあ、頑張りますよ。はい、はい、はい、やりました。はい、もっとなんかがっつりやってほしい。アップのままだし。やばい、まあ、なんか食うシーンはやっぱりね、ちょっとアップでいった方がやっぱアップで、うん、あ、そうだね。じゃあ行きますか、そろそろ。ちなみに俺はみんな応援してください。ちなみに俺は食堂も狭いし本当に不利。あ、ちょっと待って、ここのレタスだけちょっと、はい、いい？開けてから、開けていいよ。マジで食えないんだけど、お腹いっぱいだよ。詰まったらやばいんだけど。もうお腹いいくよ。あ、ちょっともういい。チン鳴らしたらね。大丈夫。いや、僕はガチで。テーブルの上も見えてる方がいい。テーブルの上も見えてる方がいい。あ、ちゃんと食べれたかどうか。カメラちょっと下げる、これ下げれます。もう一個あるか。見えへんのか、下出てるから。あ、そっか。求人骨からいいんじゃねえやで。これごと下げれば多分いけるんじゃないですか。じゃあ、これの2人の対決みたいな感じで。あ、それで。あ、そうですね、行きましょう。おで、周りはバーバー言っとくんで。どっちも食ってんの見えんの。ちょっとちなみに勝っちゃったら本当にごめんなさいだな。いいんじゃない。やべ、お腹立派だな、これ画面越しみたいな。あんちゃんが勝ったらナイキンがテキーラね。おー、いいじゃない。飲むじゃないか。飲むよ。テキーラあるんすか。むしろ俺勝っちゃったらもういいんじゃないですか。テキーラ飲みます。はい。時間決めなくていいですか。5分。5分。あんま長く。てか5分、うん、多分食べきれない。5分は余裕でしょ。5分、え、てか待って。かかんないし5分。いや、俺やったら余裕さ。かつかない。俺やったら余裕。食いすぎた。いきまーす、レディー。早食いだからね、早食い。5分かかるからね。遅くない。え、遅くない。めっちゃ大丈夫。でかくて。ちょっと1時間な。あんちゃん見せてよ、遅くの。マジでやってんの。ちょっと絶対俺の前早い。くしょ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 、あんちゃんくしょ。しょとかじゃなくて、俺本当にあの薬、うん、風邪薬とかも喋って前に食べる。喋る前に食べる。錠剤のやつ、あの1回2錠とかのやつ分けて飲みますもん、食堂狭くて。なんで早めにやろうって言ったの、それで。もう大丈夫、後半追い上げたいからね。これ早食いじゃないって言われてますよ、もう。無理。テレビのただのさ、飯のレポートじゃん。どうやって、うん、もっとさ、なんかグワ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 みたいな、ガブガブみたいなさ、期待したんだけど、違うんだ。そう、あんちゃんもっともっともっとグーグー。分かってないよ。おめえらの飯食ってんの見てんじゃねえ。でも確かにね、確かに競馬でも早く食え。おー、ジン1個いった。え、早っ。早い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 。いいよ、こっちは。捨てた捨てた捨てた。食った食った。すごい、やっぱ意識違う。ポテト最後きつ。ちょ待って、あんさん遅っ。待って、本当にきつい。何が、あんちゃんダメ。 NG 映像とかなしですよ。早く早く頑張って。もうガチガチガチ、もっともっと、ひしひし頑張ってるけど、うん、みんなはおじいが勝った方が嬉しいんだよ。頑張ってるけど。普通のハンバーガーじゃない。これはあの、なんだっけ、チキンクリスプ。チキンクリスプ、あの100円シリーズ。早くない。いや、じいすごいよ、やっぱりこれさすがだね、対決感がない。確かにね、ヘタレだもんね、あんちゃん。マジやばくない、これ。ヘタレてる。いや、ビビったわ。俺やった方がよかった、これだったら。いや、俺やった方がよかったね。もう何してんだよ、そして。もうお母さんからもコメント来てるよ。え、俺の。そんな息子に育てた覚えはないって。あ、ちょっと待ってよ。いや、これ大きすぎ、大きすぎ。寝ろよ、明日仕事だろ。対決もなんもさ、もうちょいちゃんと張り切って食えよ、番組じゃん。そうだよ、あんちゃん、番組だよ。人類には限界というものがありますよ。
あんちゃん、早い早い、2個食った G。バラエティ的なやつやりません。今3分、今3分、バラエティ的なやつ、3分だった、3分だった。じゃあバラエティ的なやつ、ない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 、やっぱだって見てる方はさ、はい、サービスかかってるから。おお、いった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 、すごい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 。ジンがポテトに余裕でケチャップ。でもジンくん、なんと残り時間あと3分ないです、2分です。5分以内まで。なんかちょっと席で寂しいね。水なしらしいです。水なしらしい。今大変これ書いてあげて、結構だいぶ詰め込んでるよ。あんちゃん、それハンバーガーやないドラップや。これ絶対ゆうきさん見てる。ああ、あるわ、あるあるだね。こっからのポテト絶対きついからね。あっ、あっ、うわー、食ってる食ってる。あんちゃん食え、1個だよ、やっと1個。ポテトもやってないからね。頑張れ頑張れ、あんちゃん、まだ巻き返しあるよ。もう、おまんちゃんみたいになってる。ダメじゃん。シュール、シュールだよ。これだからシュールになっちゃった、あんちゃんのせいで。いや、お前も遅いよ。お前が食うの遅いからだよ。G はちょっと結構早く食ってるよ。なんかあれっすかね、食い物があかんかったんすかね。うどんとかの方がよかったんすか。あ、いや、わかんないけどさ。でも、大食いってこういう系じゃない。そこちゃうか。ポテトは箱から流し入れろ。箱から、ガホーっつって。ちょっと、ナイキンさん、誰で今日来た。あ、ちょっと来ました。はい、あれ、ハンバーガー食い終わったらもうポテト秒殺だから。今日は普通の食事やん。うん、違う違う、頑張っ、めっちゃ急いでんだけど。ポテトやべえ、食えんだよポテト。これ逆転じゃない、逆転。ポテト残しといてもらっていいですか。ん、あ、了解。多分時間切れだしな。もうちょっと頑張れよ。いや、頑張ってるけど。いや、頑張れてないもんね、全然。これ30秒で食うから。はいよ。あ、もう5分経ってるもんだって。え?5分も食えなかったらね。じゃあ。はい、終わりー。はい。すいませんでした。え、けど。はい。あと6個。うん。まあ、見てわかる通りに、柴崎やん、ヘタレでした。ヘッタレでした。まあ、ジーンはなんかもうあんちゃんが食べれなさすぎて食べるのやめました。なんでかってあんちゃんが食べないからね。競り合いないもんね、全然。やっぱりね、一日一食の俺からしたらちょっとカツカレーの後のハンバーガーはジャンキーすぎる。なんでカツカレー食ったの、ね、なんでやろうって言ったのかちょっと謝るけど、きついね。ちょっとなんかごめんなさい、本当にごめんなさい。ちょっと企画こけました。お蔵入りだよ、お蔵入り。本当にあの YouTube にはぜひアップしない方が。あんちゃんのヘタレ具合がでも何回も入れます。だからその度言ってください、お店に来て。柴崎やん、おめえ食えねえんだから飲めねえだろって。きついきついきつい。毎日メンタルやられて終わり。でも企画持ってきたのは偉い、第一歩やで。ああ、助かる、こういうコメント。そう、本当に助かる。そうやね。あんちゃん土下座したら、じゃあジンに。え、土下座。今日ももう30分で終わる。まあ、ね、まあ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 、だからもう結構もうおジンがヒーローみたいになってる。ジンお疲れ様って。いや、ジンは早かったよね。まあ、まあ、嬉しいな。うん、頑張ったし、まあ、ということで、はい、ね、そうだ、ジンが勝ったんで、ニコ生を見たで、初回でも指名でもビール1セットサービスします。はい、俺のおかげ。足りない。足りない、サービス足りないんだったら言ってください。なんか逆にどういうことしてほしいか、CM 明けにコメントしてください。一回 CM 行きましょう。よいしょ。レイ、スカサ、タクミ、アサヒ、アヤト、ミヤビ、カイト、松岡、ジャーン、オーバー。上京して1ヶ月、ホスト未経験、入店1ヶ月目の俺がナンバーワン。
金も女も全てを手に入れる。これからこの歌舞伎町で一番のホストマリル。携帯、スーツ、住居、全て完備。 BS グループ。指名制ね、俺選ぶのなしだけど。はい、何をただすか。ニコ生見たね、マッククーポンプレゼントそれなんか、俺らマックの回し物みたいじゃんじゃあ、何がいいの逆に。大阪から行くのでサービスしてくださいと。あった。でも、うん、大阪の人ってマックのことマクドって言うでしょ。言いますね。朝マックは朝マックなんでしょ。うん、それはどういうことなの。じゃ暑いね、うん、青森出身の俺の疑問。まあそれは朝マクドとは言わん。ニコの間でアン兄ちゃんの風呂前でプレゼント。いいじゃん。待て待て待て指名無料。うん、フード一品サービス。まあでも指名無料でも、ビールワンセット無料でも値段的には変わんないんで。はい、朝マックは朝マック、ビールでも何でも、はい、何でもじゃないけど早く。あ、ちなみにちなみに今、あれなんですよ、夜10時、22時までに来店すればなんとタックス込み1万円で今月と割り物飲み放題なんで。え？え？そうなんですか。めちゃめちゃ安い。え？ってやってますえ？タックス込みね、そうなの。大五郎みたい。何大五郎かな。俺とお前と大五郎を知らないでしょ。左大五郎みたい。あ、ニコ生見てる。バイマラジュ。マラジュ俺何マラジュって大十って意味だよ。あ、今日月その。そうね。いやでもそろそろ遊び行ってあげようかな。誰誰誰誰。お、誰やろ。あ、お店に来るってことだね。うん、それはぜひ来ていただかないと。まあ困っちゃうよね。え、でもそうだよね。てかビビやって、そう、来月じゃんか。めっちゃ気になる。そろそろになってるよ。え、ビビがだ、でも企画できないからね、次ビビ一人でやるから。まあビビは今日までも約束破ったから次一人だから、うん、一人ってエグいっすよ。まあエグいんだろうけど。あ、そう、1時間の料金が、そう、1万円。10時までに入店すれば。はい、1時間だけね。この世にダメすげえ髪の毛だなっていうのが誰だ。これかな。ナオト君、大阪から行くからお願いします。はい、ぜひ。え、ていうか、誰かわかるわ、それコロスケなりか。コロスケなりよ。あ、すみません、わかんない。デコあげたら、ゆうやさん増してる。嘘でしょ。あ、でも、ミーティング前、二人、ゆうやさんとナオトさんは上半身裸なんですけどこの前、ゆうやさんって言おうとしたら、ナオトさんよくある。え、そんな似てる。似てるね、めっちゃ似てる。やばいね、本当に。なんか暑いらしい、この時期なのに。お店、いや、ほんまに本当強いな。クーラーつけてますからね。クーラーっていうか、この時期に冷房たまに。いや、俺じゃねえから、それ店18度の時あるし。え、一個言っていい。え、ゆうやさんの方が汗かきだからね、めっちゃ。いやいやいや、常に汗拭いてるから、あの人。いやいやいや、背中よく汗かいてますね。マジこの時期に汗かくのすごい。2時間2万円じゃなくて1時間で帰れってことが、そういうわけじゃないね。うん、1時間、まあいいや、それは担当に聞いてください。
担当いないんだったら店に電話してください。そしたら答えます、ちゃんと。はい、そうですね。いつも店寒いよね。いや、本当に。そうね、そうですよね。そうなの。いや、ゆうやさんのせいです、それは。何、はい、ミートテックってこれ。マジで寒いよ。ミートテックなんか着てないし。ミートテックでしょ、着てないし。ナイキンって名前なんと。ナオトです、ナオト。はい、ワンタイで帰ったら勇気激おこ。おわ、おわ、ナオト、おわ、ヤスコでしょ。ナオト、おわ、逆切れ、おわ、ヤスコ。やめとけ。ミヒとナオトってなんかさ、お肉屋さんみたいじゃん。なんかやめてよ、やめてよミヒとナオト、ミヒとナオト、ミヒとオアナオト。お肉がナオト、肉か俺かみたいな。肉かナオトか、ヤスくんじゃねえよ、誰だよこれ。やめとけマジで。うーん、ミヒとオアヤス、ミヒと星ナオトってさ、意地に半端ないで、なんかさ、今日ミートのもういいじゃないですか、別に。まあ別にいいよ。だって1日5食食べるもん、俺実際。まあ、やばいわ。体重70キロ、ジャスト。やばい。絶対ちょっと下げたな。へぇーって。まあそうだよね、へぇーってなるやん、そりゃ。1日5食、へぇー。なんか拾ってよ、逆に。そしたらそんな食えんすかとかないもんね。いや、でもだって食ってますもん。見てるからね。だってまんまやから別に。何も否定できんすもんね。知ってる。コロスケミートヤスくんって誰だよ、もう。もう誰かわかんねえよ、そんなの。コロスケミートヤスくん、ハートついてる。ミドルネームでしょ、ミート。柴崎飲めや。そうだよね、さっきから大丈夫。あ、なんか食ってばっかで飲んでないんじゃない。食ってもねえし、食ってもねえ、食えてもねえし。だって1個まるまる余ってるもん。グイグイグイ、よしグイ。食べきらないのに1日5食。どういうこと。いや、確かにミヒとナオトじゃねえし、もうじゃ解明しとけよ、じゃあミヒとナオト。あんたって子はそんなにミヒとだらけになってバレない。待てうちのお母さんこんな時間まで起きてないから。この人めっちゃ面白いやん。絶対りょうさん。なにこの、なんか便乗してさ、なんかわーって。この間それ家のラーメンに水が入ったの思い出した。これさ、結構見つけたじゃね。結構これあの、それ家の水、あの結構な、結構見つけたよ。ぼうりまるり、全然知らない。ぼうりしりで、あ、行っちゃった。え、あるとさ、水入れるだけでさ、お水浮かない。何やっけあれ。じゃあ、で、おじそうやん。つゆ入って、説明してあげて。ん、説明してあげて。その、あ、俺よくね、分からん。普通にこうやってご飯食べてた時な、ラーメン食っとったら、で、おっちゃんにすいません水くださいって言ったら、おっちゃんがこう手元狂ったんか分からないんですけど、僕のラーメンジョ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 って水めっちゃ割とめっちゃ入りましたもうミートミートいいよ。分かってよ。でも逆にさ、俺ミートナオトパラダイス。痩せたらさ、良くないじゃん、やっぱり。まあね、昔からずっと言って俺が太るみたいなもんだからな、それは。いや、それやばい。うん、あんちゃんが痩せたら、痩せたらじゃない。俺もう極限まで痩せてるでしょ。でもホストってほら、痩せてる人多いじゃん。そうっすか。いや、ぽっちゃり多いけど。俺はお腹だけ出てるみたいな人結構いるけど。いや、それはお腹だけでしょ。うん、お腹だけ分かって、ナオトはミート、ミートは痩せた。さっきから2回も3回もさ、いい、分かったよ、それは。水入った時、俺いなかった。ナオトはミート、ビビさんちゃうっけ、水入った時。え、ハグキスのデブリス。違うよ。ハグキスのデブリス。いや、ね、実際ヤバかったよ、一時期ヤバかった。ナオト、ナオト、インニクイミ。俺もいたよ。そうっすね。俺左端で、お前隣で、俺が水もらおうとしたの。あ、先生。俺いた。いたね。いた。そうや。ミートインナオト。分かったよ。じゃあ俺もう、あの昼食でお肉屋さんやるわ。一生懸命メンチカツ作るよ。そしたら。ミートナオト。そしたらあのあれだよ。うちのポップコーン配信してもメンチカツ出すからね。チャームで。
もう店員にメンチカツキャストみんなデブでしょ。そしたらもうお客さんもどんどんすくすく育って絶対80キロ以下もう入店禁止だから。体重80キロ以上自らも入れない。いや俺はいいの、俺より体重上じゃなきゃダメみたいな。あ70以上でフードメニューとかちゃんこ鍋とか置いててさ、肉の名を肉便座なおどういうこと。肉便座って何。肉便座ってあとゆるキャラ作れば当たれば儲かるらしいですよ。ゆるキャラ、うん、ミートの音ゆるキャラ、うん、あんちゃん取り、あ、なんだこれ。え、てかみんなでさあれしよう、 LINE スタンプ作ろうよ。 LINE スタンプ、ハグキスの LINE スタンプみたいな、一人一人さ顔、あれって LINE 側が採用するかせえへんか決めるでしょ。あ、そうなんだ。絶対俺採用されてもほっぺこけまくってるやつじゃん、目のくまでもあんちゃんの場合なんか骸骨でいいのよ。もう、うん、もうあるじゃん、あるじゃん、多分もう探せばもうあるよ、俺はミートくんと鳥柄マンでないよ。これ俺あれでしょ、なんかほっぺたからさこぼれ落ちなくてポロンってなってるでしょ。あ、買ってくれる。お肉苦手なんだよね、グンマちゃんのね、ミートゥーナオちゃんですよ。やっぱゆるキャラ、ゆるキャラ、ゆるキャラグラフィー、ミートゥーナオトゥー。だよ、俺ちょっと今詰まっちゃったなんか今日のコメントさ、なんか悪意もあるけどあれだ、センスあるよね、ちょっとセンス、笑いのセンスあるよね、コメント。あの大阪の人じゃないですか。いや、わかんない、誰がわかんないんだよ、ミートゥーナオトゥー。ゆうやさんも大概ミートくん、そうだよね、なんか二人並んでそうだもん、ほぼ一緒だもん。最近ほぼ一緒ほんとに。なんか、だいたい裸同士の2人で並んでるでしょ。並んでるでしょ。だいたい凍りすぎやし、ミスそして。あ、ちょっとやばい、なになになに、いやー、最低だな、お前。そして前に初回行ったものです。前に初回行ったものです。あー、誰送りかな、面白い平和な放送。誰送りかな、有機客だよ。どういうこと、有機客だよ。ああ、あー、そうなんだ。え、俺ちょっとこれ誰か分かったの。誰誰誰、やめろ言っちゃう。やめろやけどもうビビタン来ないよね。ビビタンはそうだね、来ないね。ビッタン早食い以外企画ないの。今日はね、ちょっとね、結構盛り上がる予定だったんだよね。そう、もっとグワーって言ってカツカレー食べなきゃ、ね、ミッキーは毎回着ると同じ服しか持ってないかと思われるんでやめました、うん、はい。で、そう、カツカレー食ったから悪いよね。そうね、年末に肉祭りイベントあるって聞いたんですけど。え、なんで知ってんの。え、そうなの。ねえよ、ねえよ全然俺嬉しくて、休む休む肉嫌いだしじゃあやろうか、年末に肉祭りイベント最後の日に。絶対な、ステーキ出すよ、チャールで。じゃあ、あんちゃん休む休む、あんちゃん休む、俺休んじゃう。高級な牛じゃないと納得しないし。まさかね、やっぱりミートなことだけにね、ちゃんといい肉、ミートゥーの A5 ランクの肉、ミートゥーの鳥の位置なのに肉の位置やりましょうか。すごいよ、もう今日何なんだこれ、本当に主催者なおと肉だから。え、大久保怖いんだよ、6は肉祭り。でもやっぱみんな、やっぱ女の子も肉好きなんだね、やっぱりね。大生でちょっと頑張って肉食べますよ。米沢牛にして、これあれ山形の人でしょ、絶対遅刻したらどうしてくれんのさ、どういうこと。ビビさんですか。ああ。第六塔話の下、第六塔話の下、ああ、で、やれってこと。あ、第六塔話の下で何、肉まつりやる。まあ、まあ、縦の、縦の人も来るでしょ超気まずいじゃん、そんなのくせえし、チキンにする、ポークにする、それともなお。なんで牛ねえんだよなんで牛ねえんだよ。しかも牛枠なんすよ完全にポークだと思ったんですよね。どちらが出たらポーク枠だったもんねでも牛乳飲めないからね牛乳飲めないですか。牛乳飲めるけど好き好まない別に。まあ好き好まない人はそんないない、まあ、あとコーヒーはあんま好きじゃない。あんまコーヒー、コーヒー好き。コーヒーはもうめちゃめちゃ好き。口臭いっすね。あー、そうだね。コーヒーってさ、なんかさ、あれじゃない、なんかブドウの味しない、後味。え、ちょっと何言ってんの、ウェイ、何言ってんの、はい、飲み足りないから言ってんの、はい。あ、ちょっとあの、アイス入れてもらっていいっすか。カロリーより肉汁の方がいいっすか。やめとけよ、お前、ほんとに
ちゃったマジ悪いえ、ぶどう、え、コーヒー飲んだ後ぶどうの味しないしないかこれだ、やりましたけどもうなんかレモンとさ、巨峰混ぜるのやめてもらっていいかな、もう、まあ、まずいよ毎回違うんだよ、入れるのまあそうだね入ってる、構えてでもあんちゃんもね、意外と飲んでもへたれちゃうからさまあでも今日ちょっと一人ちょっと潰し気味にしちゃったから、ね、牛乳って人のお腹に合わないから栄養として吸収されないらしいよ緑の人絶対っていうことはさ中学校の時とか牛乳飲んでたら意味ないってことそういうことっすねあれじゃいじめじゃん超いじめなくはないんじゃないですかカロリー飲んでるのクソだなじゃあ何飲んだらいいのちなみにしじみの味噌汁も二日酔いに効かないらしいっすよああそれ知ってるなんか、うんカロリー牛乳割りうまそういや、うまくねえし、絶対カルピスなおでなんだよカルピス肉汁割りはどうすか肉汁カルピス肉汁割りカルピスなおどういうことなんだよ待って、他の会社まで行っちゃったミルクだって Me Too なおちのこと嫌いだようるさいよ、わかったよわかったよ、もう牛乳に嫌われてもしょうがないコーヒー豆みたいな顔してバイナオトマザー肉タワーさっきまで母とか言ってたのに急に英語になったバスで肉タワーしましたあ肉タワーあちなみに俺今月誕生日なんですよねそうおめでと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 うナオト一発芸してって2連チャンできてます一発芸罰ゲーできるぐらい持ち合わせないよ3発ぐらいでもいいでも面白いやつはあんまないよお、面白くなくてもいいですよとりあえずゲーすればゲーリスナーのニーズにはやっぱちょっとゲーすればいいゲーゲーやっぱ一発ゲー同じ人一発ゲーリアルゲーはいこれ誰だよカルピス現役キャップって絶対もう裏安いよでもカルピス牛乳で割るとうまいっすねえ、そうなのそう、来月はゆうきさんとわたるさんとだいじさんとはるとくん、はい、おっはいおーと俺のおかん何しん何すんの何の宣伝それしていや俺のおかんも12月12月8日おえ俺の次の日おー俺のおかんもリアル12月4日リアル4日4え、8日でしょ俺4 8日ちょおかん4おかんおかんおかん4 7 8おかん18おとん19え何月の12月おかん14や14来月私も誕生日、うん、おおお兄ちゃん、ありがとう、バイバイそう、ゆうきさん17の18内勤いくつになるの27シャイあー、27でシャイはまずいハルトくんとパパは誕生日同じだってハルトくんがパパえ待って、兄ちゃん、ありがとう、バイバイまず俺がもうお兄ちゃん僕ちなみに今月26日なんで、はい、はい、お願いします知らなかった研究っすか研究明けっすねあへぇへぇって何へぇってあの、お肉もお肉いっぱい持ってきてください、お肉を27は全部食べますお27はもうおじいちゃんらしいっすよ27おじいちゃんやばいだいたいおじいちゃんじゃない世間はゆうきさん17、わたるさん18かな多分お祝いしてください、誰でもうんミートへぇいやもう何あのハム詰め合わせとかでいいですかあ、いいねあの、おせぼおぉ肉投げつけるわ中間にバチバチ投げてくれたら嬉しいミートボール合戦やりますうわ、楽しそう何どうやるどうやるのミートボール合戦ミートボールチンして投げんのえ、超楽しそうじゃあさ、あれしようやなんかミキサーでさミートボールミキサーかけて飲もうようっドルドルっつってめっちゃきついそれえ、ミートボール合戦やりたいの緑おじんのぐんぐんにいるわってこれ何これ下ネタじゃん
やめろよ、やめろよ。これはパズドラやってる。どういう意味教えて分かんないから。パズドラっていうゲームで、あ、やってや、パッ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 。いや、俺あの踊りは分からない。ずっと俺はやってよ。で、え、すごい、12月生まれめっちゃ多いやん。すごいね。え、おかんと同じ誕生日だ。うちの妹8日、おかんと一緒じゃん。4日、俺4日、4日か。ん、俺8日、おかん一緒じゃん。おかんが8日。へぇー、12月多いな。へぇーだね、へぇーって。おかんのお姉ちゃんかな。あんちゃん踊ってて、まだまだまだ1回もらったこと。なんかこんなやつパッ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 ミートで。パズナオね、パズナオ。パズナオ。どうやったらコンボするんですか。何？どうやったらコンボするんですか。どうやったらコンボ。まずいんじゃない。コンボはどうすんの。スキルなんすか。スキル。スキル俺全なんかドロップを肉に変える。体力すごいから3万ぐらい。3万。一人3万。一人で。あんまり。ちょっとやるでしょ。あ、そうだね、まあ、とりあえずウッディじゃないか、黙ってるじゃないか。バイミセスボットヘッド。まあ、なんかちょっと寒くなってきたからさ、一回 CM 行こう。そう、寒いっす。そうっす、ね、はい、一回 CM。 あ、これだ。わかるか、おはよう。今日ちょっと会いたいな。よかった。コールがありまして、なんすか？ライ、ラララライ、やっていいっすか？何すか？ライ麦畑でやつ。なんだそう。あ、でもねえや。かも。ああ！ライ麦畑で。レモンだったのね。知らない。ああ、なんか飛んでる。え、じゃあちょっと、虫が飛んでる。じゃあ。いくよ。ジンが戻ってきたから大好きなコールやります。合わせてね。ライラララライ、はい、ラララライ麦畑で隠れてオナニー。これ使ってください、みんなで。はい、よい。え、嘘でしょ。え、違う。何や、ラム肉、牛肉、鶏肉の音だよ。何これ、面白い、やばい、面白い、すごいセンスしかない。今日どうしたの、みんな。すごいね。え、この人ハグキスイケメンいないって。ハグキスはイケメンはいないけど、うん、まあでも中のジョーはいますよ。やっぱでもノリの良さとかね、やっぱそのもあるしね。うん、そうですね。ハルト君イケメンじゃないですか。おう、イケメン飲んでなくない、ウォーウォー、イケメン飲んでなくない、ウォーウォー、イケメン飲んでなくない、ウォーウォー。ちょっと今寂しかったな、誘ってくんなかったガシン。いや、すごいね、やっぱり言われ慣れてるからね。いや、言われ慣れてないよ。
俺初回でかっこいいですねとかもし言われた時テンパってればいいと思って、いやそういう感じで来る。いや俺言われたことない。あんちゃん最初はイケメンだと思ってたんだけど、え、最初、最初、A3 ランクのホストって何それ。また肉に例えでしょこれ。すごい牧場や。あ、レモンだ。あんちゃんイケメンやから、いい子だね、本当に。いいね、そういうなんかコアな愛してるわ。うん、タルトにも告げし。いやでもジンもね、結構俺はイケメンの方だって思ってるよ、割と。お肉だね。ハルト君のいじり方探索中。あー結構あの滑舌は悪いからその辺いじれば。滑舌はね、いじった方がいい。いじらんでいいと思う。え、でもハルトいじっても大した面白くない。やからいじらんでいいですよ。ハルト君は口、あのやめてよ、いじるのやめてよ。興味ある方はぜひハルト君を送りにしてもらったら、うん、まあ、ちょいちょいね、お気をつけですって、ね、いやでも時間も残りあと10分ぐらいなんですけど、ね、あとあ本当に覚えててほしいのが、あのニコ生見たでとりあえずビール1セットサービスしますんで、これは絶対指名でも何でもいいんで、あの来てください。で、あと22時までトイレ行けハルトって、トイレ行けハルト、トイレ行けハルト、あの22時まではあの1時間指名で1万円なんで、あの飲み直しも変わらずなんで、はい、ぜひそれは覚えておいてください。はい、以上、OK、はい、ハルトさん存在感がいい。それ行け、酔うとボディタッチが増える。あー、わかる、うん、それは。まさかの色恋ですか。いや、それは否定できん。でも、ハルトも酒癖悪いからね、超。ない、ハルトも。お前もだよ。あんちゃん、ゆきさん、うん、ガイトさん、あんちゃん、この3人スリートップ。あと、わたる。スリートップ、わたるさん。そこか、スリートップは。待て待て待て、その3人の中で一番バレるの誰なの。ゆきさんでしょ。おー、おー、ゆうきさんすね。ゆうきさんがね、すごいね。いや、見てるかもしれないから、わからん、ね、でも、ゆうきさんはでも、バケモンだから、本当にお酒のバケモン、マジで、あの人は相当飲んでるから、うん、すごいな、すごいな、ね、あんちゃん、漏らし CM 行かんでいいっすか。いや、これ、行ったよ、もう、行ったよ、行ったよ。あれ行ったよ、もう一回。いや、まあ、もうないっしょ。ゆうきこの前木に登ってた、すごい。コメントがもう、なおとヨウと電話むっちゃしてくる。ごめんね、それするわ。酔っ払ったら電話します。でも携帯壊れたんで、わかんない人は LINE してください。はい、やばいっすね。これ結構ピンポイントだ。ヘルプの時びっくりした。ソレキが手握ってきた。やばっ。誰やろ、誰。俺はもう誰かちょっとわかってるんだけど。いや最近はおからたくさん食べて肉してよくなるから、育てです、ね、育て、ね、そう、ふわふわ育てで育て、怖い怖い。逆にお客さんじゃなくて、あのいる人を育てられるから、まあ、しかもその子どこからの情報だ。おから、うん、おから食べて絶対育ててる子じゃないですか。あの将来的に完全に食べる気でいるからね。僕もあの意外とお酒癖悪いんで気をつけてください。酒はね、やっぱね、ちょっと軽く人間を狂わすね。いや、そうだね。でもなんか、誰かが言ってたけど、お酒が悪いんじゃなくて、お酒を飲んで自分をさらけ出してる、この内質が悪いって言ってたよ、誰か。違うよ。違うよ。かっこいいこと言って。今日いいっすよね。ん？でもなんか、人によります。あの、一緒に飲んでる人、絶対みんなそう。みんな一緒、あの一緒に飲んでる人によって、酒癖変わるんで、はい。日によります。体調とか寝不足だったりとか、うん、あの得意なお酒苦手なお酒あるんで、うん、そう、俺はちょっとね、あの梅酒は悪酔いしてはあるんだよね、やばいんだよ。これなんだ、それは酒ですか。いいえ、ケフィアです。ケフィアって何。なんか CM あったな、ケフィア。ケフィアです。あれもお肉ですか。ありのままの姿。いいよ、分かったよ。それやばい。姿見せたら友達いなく。まずお肉に間違えられてるんでしょ。Is this a Naoto? No, it is meat!
それは肉ですか、いいえ、ナオトです。どっちも肉だ。なんなんだよ、今日今回なんて来た。おじゃねえよ。ちょっと私、梅酒好きなのにあんちゃんダメなのか。ああ、やったな、あんちゃん。タンタがタンの梅酒は好きっていう。あれはコシアンですか、いい、あん兄ちゃんです。マジ。あの、この IE の人ね、なかなかヤグセすごい高い。この人誰、多分りょうさんが誰かだと思うんだよね。違うのかな。違うかな。 Are you with no I'm not。 ホストありのままの姿見せたら客切れまくりだし、うん、でもなんかあれじゃない、なんかありのままの姿見せてもいける人といけない人っているよね。それの本質が好きで入れる人と、なんか見せてる姿が好きな人とね、また別にいると思うから、まあそれは一概にはそこまで言えないよね。そうですね。って思わない。あ、うんうんうん、ほんま人によりますね、それね。勇気、そこは読まんこと。なると東京行ったら遊んでねと。はい、真面目なやつだけ。はい、まあ、ミステリアスだから言われるんだ。しかももう時間結構やばい。うん、ね、ラララライやんの。なんか最後結構禁断の質問的なやつ欲しいね。1分前です。答えます。1分しかないので、あの、なんか質問をしてください。結構際どいやつで、なんか変な質問、パパッとパペッと。ララララライミミミミート、ミミミミート。でも、あの、本当にあの全員でライライブに畑でいくよ。俺ちょっと下ネタはちょっと、せーの、ライラララライララライ麦畑で隠れて女に。はい、これ使ってください。はい、直津さんの元カノは。はい、あれ全然質問来ない。名前、際どいやつ、名前、際どいやつですよ、これ。名前でいいの。はい、教えて、その何を言えばいいのか。元カノ、最近の元カノ。はい、7最高なんていい。最近の元カノマリアだよ。マリア、キャバ嬢、キャバ嬢で、キャバ嬢。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。楽しくする目的で作られております。ホストクラブのお店探しならナイトチューブ。総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送は全てこちら。パソコンはこちらをクリック、そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル登録チェケラー。